どうも、ゆうたです。今回はブレーキ、前回というか前に動画出した、キャリパーがオーバーヒートしてしまって、まあ、対策として355ミリから370ミリのローターに変えて、あとね、ちょっとキャリパー本体とローターの裏ベルハウジングにちょっとねダクトホースを引いて冷却をしようということで、それで対策を行っていきます。で、今回はダクト編です。はい、で、今現状をちょっとお見せいたしますと、今こんな感じなんですね、ダクトが。で、これはローターにしか当たっていなくて、見えるかな、こんな感じで、真ん中のね、このベルハージング、この裏がどっぱり開いてるんで、真ん中に空気を入れることによって、このフィンからここから周り全面に空気が抜けて冷却をしていきます。で、それでローターは冷えるんですけど、問題だったキャリパー本体の方がオーバーヒートしてしまったんで、キャリパーの方にまたこっちからこう足して、本体に今回は当てていきたいと思います。で、前回見た通り、ローターはまあクラックはもちろん入ってたんですけど、パッド自体が炭化していなかったんで、パッドとローターの温度域っていうのは多分まだいけるんですよ。で、キャリパー本体の方がね、オーバーヒートしてしまったんで、キャリパーを冷やせということで、今回はダクトをね、引いていきたいと思います。で、今回使うダクトホースたちがこちら、75π のファンネルにホース、ビリオンさんのやつ、エアファンネルなんで、ちょっとね、ホースの耐久性がもしかしたらないんで、一回こちらをつけて、それでダメであれば、耐熱ホース、紀ノ国の使ってるやつを買おうかなと思います。で、こちらが今ついてる方のやつで使うんですけど、まあ、このホースはね、多分使わないと思うんですけど、この角型のファンネルで、こいつらをこいつらを今回これをここに入れて、で、もう一個はここに穴を開けて、こういう感じでちょっと自作でつけようかなと思ってます。本当はね、こうやってどっか仮面とかから取ってもいいんですけど、ちょっと空気の入り方っていうのが、今まで仮面に入れて経験して仮面につけたことがないんで、どれぐらい入ってくるかっていうのは分かんないんで、ちょっと今回ここにやっちゃおうかなという感じです。一応下のファンネルはね、こういう感じで削んないと入らなかったんで、ちょっと削りました。こういう感じです。はい、ですね、今とりあえずちょっとね、かなり不格好ではあるんですけど、こんな感じで止めました。で、裏はね、こんな感じです。でね、もうね、穴開けて確実にね、ボルトで固定しちゃいました。で、裏はね、こちらアイライナー、デイライトかのステーがね、1個余ってたんで、ちょっとそれを折り曲げて裏に入れて、こんな感じでね、ちょっと見えちゃってますけど、まあ、確実にね、止める方がね優先なんで、こんな感じで仕上がっております。はい、それでちょっとね、いろいろね、
まあ、ハンドル切ると当たったりとかいろいろそのクリアランスの問題があるんで、今ちょっといろいろハンドル切ったりして試してみたんですけど、今通ってるこちらと同じ経路にするとどうしても干渉してしまうんですよ。これはタイロットにつながってハンドルが動くと同時に切れてくれるんで、こういう感じであそこにね入ってってるんで、それはいいんですけど、向こうはこのキャリパーのところに当てたいので、で向こうで結構近づけ、キャリパーに近づけて設置しちゃうと、こうやってハンドル切った時に結構当たりやすいんですよ。こうホイールとかに擦っちゃうんで、まあ真ん中のロアームのところに設置してどこも干渉しないようにこう当てていこうかなっていう感じです。でレイアウトはもうここの下を通らないと擦ってしまうんで、こういう感じで、でここに穴を開けてファンネルに行きたいと思います。でちょっと挙報数足りないんで、でこれあんまりいいやつじゃないんで、いいやつ買ってちょっと付け直します。はい。で、ローターに当ててたダクトの方なんですけど、今までね、ここ、こうやってあったんで、こうやってなってたんで、今までのホースのダクトが半分だったんですよ。だけど、ここをこうやって切ってあげたんで、丸で当たるようになりました。でね、入り口から、こっから息で、ふーって吐くだけでも結構空気来るんですよ。息吐いてこんだけ来るってことは、走行風当てたら多分もっと来ると思うんで、多分結構効果あるんじゃないかなと思っております。はい。ですね、この前ちょっとホースがね、チャチーのと、あと長さ足りないということで、一応ね、紀ノ国のねホース買いました。で今次の週に撮ってます。で一応レイアウト的にはこんな感じ、そのロアームにくくりつけて、一応ね、まあどこにも干渉しない場所を選んでああいう形になりました。であそこからこう風がピーッと来て、もうキャリパーのね付近に風がね当たるという感じになってます。でレイアウトはあんな感じ。下から見るとこんな感じなんですけど、でここの下に通すなら真下から取っちゃえばいいじゃんっていう思うかもしれないんですけど、ちょっとこの下からね取ってどんぐらい空気入るのかがちょっとわからないっていうのと、あとまあここの下オーバーハングより結局前に来なきゃいいんで、まあここがタイヤがね、まあ中心だとして、まあここら辺までしか来てないで、ここら辺って擦らないんで、ほらね、ここ擦ってないでしょ。ここ前に来れば来るほど擦るんですけど、先っちょに来れば、でもこちら辺って擦らないんで、まあ当たんないかなという感じで思ってます。でここにちょっと穴を開けて、こんな感じで、まあね、ダクトが入り組んでます。吸気の黒いホース 75倍と、これもキャリパーのホース 75倍、あとここはちょっと今思いついたんだけど、これが内側に入っちゃうと風でこうやってタイヤに当たっちゃうんで、多分今こっちに引っ張ってこっちに行かないようにしました。そうすることでね、これがこっちに来ないんで大丈夫かなという感じです。だとこんなか、こういう感じです。こんな感じ、割り箸チューニングは安物ホースはね曲がってしまうんで、
曲がんないように割り箸チューニングをしてます。でこういう感じでダクトが3本も通ってます。はい、これで今ねハンドル全開なんですけど、どうですか、当たってないんですよねこれが。で中のもともとあったね、ローターの方のダクトの方もああやって当たりません。こっちの中もこういう感じでキャリパーに向かってホースがあります。で今度は逆に切った時ですけど、もうちょっとねホースを外側に出すと曲がった時に当たってしまうんで、これぐらいの出し具合になってます。はい、ちょっとね全然やっぱりねダメだなっていうことでやり直しました。アンダーパネルのサイドパネルがねもともとついていたんですけど、そちらを取り外してサイドパネルがあった分内側に行くことができました。でアンパネの下をこう通ってこういう感じでね持ってきております。はい、こんな感じです。で一応ね駆動系っていうか、まあドラ車とかにはね回転物には当たらないようにちょクリアランスは保っております。でタイロットも平気っていう感じでね、まあここの駅マニの遮熱板は一応ついてるんで、駅マニっていうかまあタービンサポートっていうかタービンのパイプですね、排気駅マニの先、そこだけちょっと熱が心配ということで、まあこれ一応耐熱ホースになるんでまあ大丈夫かなという感じです。はい、今ねとりあえず修正してねもう一回レイアウト変更して終わりました。こんな感じです。これでねちょっと様子見たいかなと思います。ではこんな感じで以上です。